2ヶ月ぐらい前に義実家に行った時に、義母とお茶してたら、義兄嫁さんもやってきた。普段から、やたらマウントしてくる義兄嫁さんで、私と義母とで、本の話をしてたら、急に話に割り込んできた。その時、義母と話してたのは、産方とうという作家の本について、義母が買ってきて棚に置いてあった、産方とうの、天地名冊を見て、それも面白かったけど、光圀伝も面白かったよ。って話してた。で、昔は、狂気となりうる本といえば、分厚くて重い。京極夏彦だったけど、産方とうもなかなか。って言ったところで、急に義兄嫁さんが、産方とう？は？何言ってんの？産方ていでしょ。って言いながら、本の作者名を指でトントン叩きながら、どこがとうなのよ。ていでしょ。まさかあんた、こうおつへいていも読めないとか言わないよね。って言われた。義母が、何を、急に喧嘩腰になってるの。って、ちょっと叱るような口調で言ったら、だって、こんな簡単な字も読めないって、恥ずかしくないですか。だって、いや、この人、とうって読ませるみたいですよ。って言ったら、とうなんて読まない。てい。と、取り付く島もない。余談だけど、この、ていが、後にマイブームになった。面倒くさいから、バカと思ってくれてもよかったんだけど。横で、義母がスマホをいじり出して、黄門様の印籠みたいに、義兄嫁の目の前にかざし、ほら、読みなさい、って。スマホの画面、産方とうのウィキペディアを開いてた。義兄嫁、正解を知って、ピクピクしてた。で、義母が、知らないことは、別に恥ずかしいことじゃないけど、あなたの言動は恥ずかしい。仮にも、義理の妹に対して、あんたなんて言わないの。って、結構厳しい言い方をした。多分、そのことがあったからだと思うけど。義兄嫁が、二度と義実家には行かないと言ってるらしい。義兄は義兄で、嫁姑や嫁同士が揉めるぐらいなら、好きにさせておくというスタイルだそうで。義兄夫婦は洗濯こなしなので、孫に関わることもないので。義母としても、それでいいらしい。私も、正直、義兄嫁と会わずに済むのは助かる。だけど、なんか、変な人だなと思う。